試合を見る限り不安だったんですがね、いかがですか、ワンポイントリードを取りましたが、ね、自信持ってね、手を出してますですね、はい、あの前回は腰がしけてたんですね、はいはい、もう体勢の地を張ってますね、今日はそうですね、さあこれから第2ラウンド、この試合のラウンドガールは宮島あゆみさんです。さあ両選手の戦績をここで簡単にご紹介しておきますが、チャンピオンのナパキャットワンチャイの方は28戦して26勝5 KO 2つの引き分け、これがナパキャットワンチャイ。一方井岡の方は13戦して11勝1敗1引き分け 7KO という記録を持っております。井岡の1敗は去年の11月ナパに敗れたその1敗です。試合は第2ラウンドです。第1ラウンドいいペースでいきました。第2ラウンドはどうでしょうか。あとはもう全、はい、あの神経をですね、ナパに集中してやってればいいですね、そうですね、ちょっとね、はい、気を抜くとね、右腹パンチありますから、ナパがね、最近はね、ストローキューといってもね、パンチ力がありますから、選手もね、目が離せないですよ、はいはい、軽量級ではありますが、スピード、そしてパンチのパワー、素晴らしいものを持っています。両三種の対決になっています。あ、左右のフック伸び上がるようなパンチ、ナパキャットワンチャイ。この後のバランスはナパうまいですからね、左のストレート。でもね、井岡は打たれた後のね、ディフェンスがいいですね、はいはい、迷ってないですよ。そうですか、去年の11月見られなかった左へ回るオーソドックススタイルの動き、これがこのラウンド見られていますが、そうですね、B のフックです、まあ、あのサスポーの昔、僕と、ね、一勝一敗なんで、はい、加藤田選手、はい、サスポーでいい選手だったですから ね、 そうですね、彼のセコンドでこういうフットワークができるようになったんでしょう。この後に一発しかし打ち返しました。井岡挑戦者、井岡が打ち返しました。井岡のトレーナーは先ほどからご紹介しておりますが、特別コーチ加藤田真一さん、元東洋ライト級チャンピオンでした。ガッツ石松さんとはもう2度のグローブを交えまして名勝負として未だに語り継がれておりますが、あっと左フック、ナパキャットワンちゃん、あの左は怖いです。井岡も不用意に飛び込もうとすると左そして右と、そうですね、ナパいいもの持ってますからね、仕掛けるパンチが上手いですからね、でもパンチ力では井岡の方が勝りますからね、はいはい、なるほど、あっとこれもうまくかわしています。左、あっ相打ちになります。打ち合いになっています。第2ラウンド2分を経過しています。マーチン・テニキンが分けました。左のボディーブローです。サイドボディ、これも去年あまり見られなかった、まあ、今回は須田会長それから原田真一、コーチ、この辺りのコンビネーションでね、はい、そしてコンディション作りは東海大学教授スポーツ医学の権威であります田中誠一教授の指導を終えまして、6ヶ月かかって半年かかってこの日のために調整を続けてまいりました井岡陣営であります。ラスト30を切っています。ナパが右から入ります。左、おっとこれは危ない、うまく体を引っつけました井岡。ラスさんちょっと目を離せませんね、すごい、まさにこう画面で見ますと重量級を見ているようなそんなスリリングな、そんな気持ちがあります、ね、はい、おっと危ない、右当たったところで、第2ラウンド終了しました。ラッサン再戦、このラウンドは10対10のイーブンです。